矢作事件は、1932年に、岩手県で起きた、日本人作業員が、朝鮮人作業員を襲撃して死傷者を出した事件。1932年5月4日、気仙群矢作村の国鉄大船渡船の建設工事、現場で、日本人作業員が、朝鮮人作業員の販売を襲い、死者3人重軽傷者22人を出した事件。当時の警察記録によると、 受け負い業者に対し、不良した受け業者が不当な要求を、次々と出し作業員に対し過酷な労働を負わせた。この過酷な労働により、朝鮮人作業員が土木業者に対し大衆行動を起こした。要求は、賃上げ、労働時間の短縮、解雇撤回など数箇条に及ぶもので、土木業者に要求を受け入れさせた。要求を受け入れると、他の現場から、 同様の要求が出されて、工事に重大な支障をきたすと考えた、日本人業者と、販売頭や日本人作業員は、日頃の朝鮮人作業員に対する反感もあったため、襲撃を凶暴。約100人が5月4日夜、朝鮮人作業員の販売など6カ所を襲撃した。政警察署は直ちに捜査に乗り出し、81人を検挙。 1933年1月、森岡地方裁判所で53人に、懲役2年以下の有罪判決が言い渡された。なお、事件の翌年の1933年2月に、大船渡船は、陸前矢萩駅まで開業した。ありがとうございます。